よく整形依存症になってしまっている方の中には。 課金額1000万を超えたとか3000万を課金したとか1億円アップデートに使ったとかいうふうにおっしゃる方いらっしゃいますけれどもそういった顔立ちが必ずしも自然であるとは限らないですよねでその仕組みは、えー、こんな感じです例えばこんな感じが天然の顔だとします第1フェーズですねそこからちょっと芋臭いので二重にするっていうので二重だけやるのが、まあ、第2フェーズそして第3フェーズは若干の、えー、アップデートですね、えー、輪郭一周 細くして目をちょっと横幅広げようかなぐらいの感じですね第3フェーズあとは第4フェーズになるとこんな感じになります目をさらに大きくバッカルファットやメーラファットで無駄な脂肪を全部取ったり鼻を細く長くして唇を分厚く MG にして鼻の下を10ミリ以下にするとか、えー、そんな感じなのが第4フェーズになりますこれが最終形態の顔です